この列車はこの場所で停車いたします。北朝鮮からのミサイルが発射されるという速報が入りまして、この列車は緊急停止しております。海を出てられるのも危なくて他人事だと思ったけど、これは危なくて気をつけんけどね。ミサイルが発射されたその軌道上の計算においてですね、日本上空の通過の可能性があれば、その時点で J アラートは発令するものと考えております。アラートはまあ必要かもしれませんけど、でもそれでじゃあどうします？私たちがどっかそこにいたとしても、どこまで逃げられるかわからないし、もうどうしようもない、もう何もできない。